皆さんこんにちは、犬バイトヤです。今回はですね、エリオスの動画なんですけど、今回マースガチャはですね、現在開催されているスイートな魔法にショコラを添えてというイベントの後半のガチャをね、回していきたいと思います。前半でですね、フェイス君だったりのガチャだったんですけど、後半はですね、ディノさんとジュニア君のガチャが回せるということで、最近ツイッターを見てくださってる方はね、わかると思うんですけど、メインストーリーをね、最近全部読み切ったんですよ、6章まで。ディノさんがやばすぎて、もう限界に限界を重ねて、もうなんか胃の中のものが全部ひっくり返るかなっていうぐらいの勢いで限界していたので、今回絶対にね、当てていきたいと思っております。それでは早速引いていきましょう。はい、それでは最初の10連回していきたいと思います。いやー、どうなるかな。なんか初手当たってほしい気持ちもある。最近ちょっとね、運がすごい良いので、当たってくれるかなっていう、ちょっと物欲を働かせると絶対に当たんないっていうあれがあるので、ちょっともう心を無にしていこう。これは心を無にすればきっと当たる。さあ来い。おジュニア君のフレームですね、今のは。いやー、かわいい。なんかちょっと企んでたの、ちょっとなんか煽ってる感じの顔してたね。かわいいな。お、これもフレームだ。これはあれだね、普通のやつかな。うん。はい。はい、来ましたー。いや、風船膨らませてるのかわいい。これ手に持ってるの何？これなんだ？なんか十字にしたペッてなってるの、これなんだろう。多分文字な気するけど、いやでもかわいい。ちょっとなんかね、頬を若干染めてるのは、かわいいね。うん。いや、かわいい。ジュニア君はね、かわいい。メインストーリー読んでた時もかわいいしか出なかったです。はい。20連目ぐらいで来てくれると嬉しいんですが。さあ。あとね、ディノさんのフレームとかも欲しいんですよね。来るかな？来い。さあ来い。黄色だね。うん。ちょっと今一瞬、おってなったけど、違った。お！来た！はぁ、顔がいい。え、あのさ、推しと推しが、ハート作ってる？え？神フレームではないんですか、これは。顔がいい。もう、語彙力。うなるしかできないオタクですよ、もう本当に。やめてくれ。あの、こういう時こそ何があるんですか？え、何があるんだ？こういう時こそって何？は？2枚重なってるけど、あー、顔がいい。あ、ちょっとなんかよだれ出てきそう。はい、それでは30連目回していきたいと思います。そろそろ来て。さっきも言ったけど、来てくれ。ほら、最近のね、豪運プリを見せてくれ。俺の、お、来た。これ誰。今年初めての雪だ。待って、先に行け。これしかもあれじゃん、クリスマスの時のグレイ君の星4。ありがとう。でもね、すり抜けなんだ。違うんだ。今は違う。欲しかった。すごく欲しかったやつ。でも違う。今じゃないや。今バレンタイン、クリスマスちゃう。あ、アッシュ。最近なんかグレイ君聞くと絶対アッシュ君ついてくんですよ。で、逆もあるんですよ。何なんだお前ら。ほんと何なんだ。星2です。あ、虹、これはこれ。俺にだって好きなものくらいある。スリル合ってる。あー、かわいい。その照れはかわいい。でもすり抜け。あー、猫かわいい。レン君かわいい。それ心のさ、なんだこの画角、すごいかわいいが詰まってるよ。レン君はね、本当に子供よ。もう守ってあげたい、この笑顔よ。さあ何ですか。もう俺は動じないぞ。動じないって言ったけど、やっぱ動じるかもしれない。さあ誰が来るかなって。ヒーローであってくれ。あ、フレームの昇格かなこれ多分。さあ、あ、出ました。もう何なんだ君らは。このシーンは何なんだ本当に。通り、ちょっとまだ読めてないから、絶対あるんだろうな。好きになるぞ、それは。ちょっとね、早くストーリー読んで、あのシーンを私は知りたい。さあ、どんどん行くぞ。はーい、アキラくん。あ、かわいい、アキラくん。アキラくんのフレームってなんであんな割とかわいいのが多いんだろうなって思う。ちょっと、最近感性が、狂ってきてるのか、
そういう風にあきらくんが可愛く描かれてるのかが分からなくなってきている。はい、うん、最低保証。さあ次行きましょう。はい、それでは90連目やっていきたいと思います。これと次でも終わりよ。どうなる、何が当たるんよ今回は。お、黄色だ、黄色、黄色ですよ、もう初手黄色です。はい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 、もうね、期待値マックスよ。はい、来い、去ってきてくれ、もうできればさっと来てくれ。もう最後の方にね、じらされると俺の寿命が縮まる、本当に。さあさあさあ、何が来るかな。はい、ヒーローね、これはヒーロー。さあ来い、待ってる、私は待ってる、来い。あ、これグレイ君のめっちゃいい星4のフレームだ。このね、シーンね、めっちゃいいですよ本当にね。グレイ君のね、名場面をあげろって言われたら俺はここのシーンを押す、本当に押す。ここのシーンはマジでね、泣きそうになったもん、割と。グレイ君、グレイ君ってなってた。もうただのね、感染してるオタクなんよ、そのうめき声は、本当に。はい、皆さん、お待たせいたしました。天井の時間でございます。はい、天井の100連、いきまーす。わーい、黄色だ。誰が来るんだろうな。うん、フレームね。さあさあさあ、お、めっちゃフレーム来るね。おお、3枚目だね。はあ、すごい来るやん。おお、ジュニア君も来るね。おん、これは不安になってくるぞ。不安になるぞ。不安になるからやめて。はい、どの星4なんだろうか。どうしよう、嫌いだなんて口にするつもりはなかったわね。はい、勝ちということで、天井です。天井だ。あ、課金しました。はい、天井。推しの顔がいいね、本当に。ニノ君、なんだその首固定の、この、なんかもう、悩んでる顔はなんだ、もう、可愛いぞ。はぁ、可愛い。これ、あれでしょ、しかも、開花させるとね、もう、ニッコニコよ、笑顔よ、ウィンクしてんのよ。もう、やめろ、オタクの心を殺す、その手段やめてくれ、マジで。死ぬわ、本当に。もう、コテンのウィンクのポーンよ。はい、というわけで、今回はですね、スイートの魔法にショコラを添えての後編のガチャを回していきました。リノ君の初のね、星4のヒーローのイベントガチャがね、出るということで、ね、もう必死に、もう死ぬ気で回しましたが、いやー、しんどいよ、本当に。あのガチャ引いた後ね、ちょっと開花させたんですよ。ハードがもう良くて軽くしですよ、本当に。はい、というわけでね、今回はこんな感じで天井でガチャを回してきましたが、皆さんは今回のガチャいかがでしたでしょうか。もしよかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。じゃあね、バイバーイ。